ディノバッチョディノバッチョは、イタリアカンポサンピエーロ出身の元サッカー選手。守備的 MF として、イタリア代表やパルマの一時代を築いた選手。1991から92シーズンに、インテルで頭角を表し、ユベント追跡後は、同時期に、同性のロベルトバッチョが活躍していたため、もう一人のバッチョと呼ばれていた。 イタリア代表としては1991年12月21日のキプロス戦で代表デビュー。1994FIFA ワールドカップ、1998FIFA ワールドカップ、ユーロ96に出場した。1994FIFA ワールドカップの予選ではポルトガル戦で本大会出場を決める決勝ゴールを決め、予選突破に貢献。1994FIFA。 ワールドカップ本大会ではグループリーグのノルウェー戦で決勝ゴール、準々決勝のスペイン戦では先制点を決めるなどイタリアの決勝進出に貢献した。1998FIFA ワールドカップでもレギュラーとして活躍した。1998年10月パルマ在籍時に UEFA 杯でビスはクラクフと対戦。クラクフ側のサポーターが投げたナイフが 頭部に刺さり、重傷を負ったことがある。引退後は、趣味として演劇活動も行っている。2008年2月からは、サンブリーグのトンボローに所属。キャリア初期に指導を受けた、チェーザレ・クリーバラロの下で週に2回ほどプレーしていると、いう。2013年6月9日、日位代表 OB 戦の、クロリエア・アツーレイ一員として来日。国立競技場でプレーした。 背番号は13、D のバッジョ、インターナショナルをーランせず、ザレック、スポーツ、サッカースタティスティックスファンデーション、http://www.rssf.com ススララッッシシュュ s スラッシュミセレニアススラッシュ tbh-egei-o-intl.html パッリエロインビアンコミロ、D のボジョ、トゥトユベ2018年1月27日。 ムンディアヨライ1994イタリアノルベジーアイチカラレーストリエディカルシオ2018年1月21日ムンディアヨライ1994ムンディアヨライ1994イタリアスパーニャニの一ストリエディカルシオ2018年1月21日ディノバッチョ襲撃犯、刑務所行きありがとうございます